作軍はアメリカ合衆国アイオワ州の西部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は1万350人であり、2000年の1万1529人から10.2%減少した。軍庁所在地は作ィ市であり、同軍で人口最大の都市でもある。作軍は1851年1月15日に設立され、軍名は 以前サク族と呼ばれていた総ク族インディアンから取られた。1856年にサクシティが軍庁所在地に指定され、軍庁舎は1862年に建てられた。その軍庁舎は1873年まで使われ、軍民がそのちっぽけな建物よりも軍の方が大きくなったと認識した。よって二代目の軍庁舎が建設された。 この建物の大きさは85フィート X56 フィートあり、石灰岩の基礎にレンガ造りで、上には印象的な塔がある美しい建物だった。アイオワ州でも最上級の軍用建物だと宣言された。この建物は1874年1月に運用開始され、その後すぐに初代の軍庁舎は売却された。1888年、 ある囚人が脱走しようとする途中に、軍庁舎に付設する監獄に火をつけ、二つの建物が消失した。サクシティは3万ドルをかけて、新しい軍庁舎を建設した。この庁舎はそれ以来構造的な修正も最小に使われ続けている。ただし1980年代に大掛かりな孵加工事が行われた。アメリカ合衆国国政調査局によれば、 群域全面積は578.38平方マイルであり、このうち陸地575.82平方マイル、水域は2.56平方マイルで、水域率は0.44%である。以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。基礎データ人口ピラミッド以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。二千七年二月、 雑誌、プログレッシブファーマーが、田園部に住む最良のところ、リストの3年目に、総合点で、作軍を第7位に位置づけた。2009年、同志は、作軍を中西部で、第10位とした。作軍は、ジオキャッシングに適した地域が豊富である。2011年8月、作式とリットンの間の農道に沿って、幅1マイル、高さ8マイルに一連のキャッシュを、 作と綴るように隠したときに作軍が地図に載った。ありがとうございます。